はい、こんにちは、レトスの小野です。6月11日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。解いたことのある問題を復習してまた間違えるとへこむ、そういったことになっていませんでしょうか？正直全然へこむことはないです。むしろ喜びましょう。解けない問題を発見できたということは、その問題を解けるようにすれば実力が上がります。解ける問題が解けてもそれは現状維持で実力は上がりません。解けない問題を解けるようにするのが勉強です。解けない問題探しは合格への第一歩となりますので、解けないことにへこまず前向きに取り組んでいきましょう。それでは本日の3問に入ります。表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者はその変更があったときから1ヶ月以内に当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ×ですね。これ昨日勉強した内容ともほぼ一緒です。建物が滅失した場合、地目の変更があった場合、マンション以外の表題登記がない建物の所有権を取得した場合、こういった場合っていうのは1ヶ月以内にそれぞれ登記しないといけません。しかし表題部所有者の氏名、住所、これを変更した場合っていうのは、変更登記の申請時期って定められていないんですね。なので、今回の問題は×になります。で、問2ですね。事務所とは本店または支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず、他の兼業業務のみを行っている支店は事務所に含まれない、丸か×かという問題です。で、これ答えは丸ですね。まずちょっとこれ間違いやすい部分なので整理しましょう。宅建業を行っている本店および宅建業を行っている支店、これはもうどちらも事務所です。こちらちょっと見ていただきたいんですけども、これ本店、本店、支店、支店なんですね。で、これ宅建業を行っている本店ですね。これ宅建業を行っている支店ですよね。これどちらも事務所に該当って書いてある通り事務所に該当するんです。では本店は宅建業を営んでいて、支店は宅建業を営んでいない場合、本店及び支店は事務所に該当するか、それともしないのか、これをちょっと考えてみます。この場合どうなるかっていうと、本店は宅建業を営んでるわけですね。この場合っていうのはここに当たるわけです。これですね。つまり事務所に該当します。まあ、先ほど言った内容ですね。で、支店はこれ宅建業を営んでいないんですよ。本店宅建業を営んでいて、支店は宅建業を営んでいない。まあ、ここの事例は建設業を営んでいるっていう事例なんですけども、宅建業を行っていません。この場合、この支店は事務所に該当しないんですね。つまり、本店は事務所に該当して、支店は事務所には該当しません。まあ、これはここの内容ですね。で、今回の問題っていうのはここの内容なんです。支店の話なんですよ。宅地建物取引業を行わず、他の兼業業務のみを行っている支店って書いてありますよね。先ほどの事例で言うと、建設業を行っている支店の話ですね。この場合、事務所に含まれませんでしたよね。ここですね。なので、事務所に含まれないっていうのは、丸になるということです。で、もう一つ考えてみましょうか。本店は宅建業を営んでいない。これですね。本店は宅建業を営んでいません。建設業を営んでいます。支店のみ宅建業を営んでいます。支店宅建業を営んでいる。この場合どうなるかっていうと、この場合はどちらも事務所に該当するんですね。本店は宅建業を営んでいなかったとしても、支店で宅建業を営んでいると、本店も事務所に該当します。宅建業法上の事務所に該当するということですね。この点はしっかり押さえておきましょう。この4つの事例ですね。多くの方がこれ整理できていませんので、ここちゃんと整理しておきましょう。では問3です。近隣商業地域内では、客席の部分の床面積の合計が、150平米の映画館を建築することができる、丸か×かという問題です。答えは、これ丸ですね。客席の床面積200平米未満の劇場や映画館というのは、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建築可能です。今回、近隣商業地域なので、150平米の映画館を建築することは可能です。よって正しいと。いうことになりますね。で、これは語呂合わせを使えば簡単に解ける問題です。また、引っ掛け問題も解けるようになりますので、この点については短期集中実用アップ講座でお伝えをいたします。まあ、こういった問題ってもう理解するというよりも、もう覚える問題なんですよね。だからこういったものっていうのは語呂合わせとかを使って、もう覚えちゃった方が早いです。
なので短期講座の受講者については語呂合わせをお伝えいたします。で、この問題の語呂合わせだけじゃなくて、他の語呂合わせについても短期講座のテキストに記載しておりますので、そちらご確認いただければと思います。まあ、試験まで残り4ヶ月ぐらいなんですけども、勉強の仕方とか、勉強時間の作り方とか、そういったことでご相談ありましたら、この動画の下の概要欄に、私のメールアドレス、記載しておきますので、直接私にメールいただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。